最近の翻訳とは最近において、メッセンジャー RNA がタンパク質へ翻訳される過程のことである。最近の翻訳開始では、次に挙げる翻訳システム構成要素が集合して、組み立てられる。リボソームの2つのサブユニット、翻訳される成熟メッセンジャー RNA、N ホルミルメチオニンが付加された開始トレナ、エネルギー源として、グアノシン酸リン酸。 そして翻訳開始複合体の形成を助ける3つの翻訳開始インシーフ1、イフ2、イフ3である。その組み立てのメカニズムにはいくつかバリエーションが存在すると予想される。リボソームは AV、PV、EV の3つの活性部位を持っている。AV はアミノアシルトレナの入り口である。ただし、1番目のアミノアシルトレナは例外的に PV に結合する。 PV はリボソームでペプチジルトレナが形成される場所である。そして EV は新調するペプチドさにアミノ酸を移し終えたトレナの出口である。翻訳の開始位置の選択は 30S サブユニットとメッセンジャー RNA との相互作用に依存する。30S サブユニットはメッセンジャー RNA 上のオーガスと開始コドンの上流にあるプリン塩基に富んだ領域に結合する。 シャインダルガーの配列は 30S サブユニットの 16S 砂のピリミジン塩基に富んだ領域と相補的な配列となっている。この配列は進化的に保存されており、今日我々が知っている微生物界において主要な役割を果たしている。開始複合体の形成を通して、これらの相補的なヌクレオチド配列は対合して二重差 RNA 構造を形成し、 開始コドンが PV に配置されるような形で、メッセンジャー RNA とリボソームを結合させる。オーガストの開始コドンを持たないコーディング領域のよく知られた例は、大腸菌のラックオペロンのレイシートラカである。大腸菌では17以上の箇所で、オーガスト以外からの翻訳開始が行われている。可能性があると、2つの異なる研究は示している。 ポリペプチドサの身長反応では、鎖のカルボキシルマッタンにアミノ酸が付加される。成長するポリペプチドサは、リボソーム 50S サブユニットのエグジットトンネルを通ってリボソーム外へ出て行く。翻訳身長は、フメットトレネフメットが PV に結合して、コンフォーメーション変化を引き起こし、新しいアミノアシルトレナが結合できるよう AV を開いたところで始まる。 このアミノアシルトレナの結合は GTP アーゼである翻訳新調イン CF2 によって行われる。正しいトレナを早く正確に認識するため、リボソームは 50S サブユニットのコンフォメーション変化を利用する。今、コードされるタンパク質のペプチド差の始まりが PV にあり、次にペプチド差に加えられるアミノ酸が AV に位置している。 PV のトレナに結合しているアミノ酸はトレナから切り離され AV のトレナに結合しているアミノ酸との間にペプチド結合が形成されるこのペプチドボンドフォーメーションとして知られる過程はリボザイムによって触媒される今 AV には新しく形成されたペプチドがあり PV にはアミノ酸が付加されていないトレナがある AV のトレナに新しく形成されたペプチドは ジペプチドとして知られ、トレナも含めた全体では、ジペプチジルトレナと呼ばれる。PV のアミノ酸がないトレナは、デアシルカトレナとして知られる。トランスロケーションと呼ばれる、身長の最終ステップでは、PV のデアシルトレナと a v のジペプチジルトレナが、それぞれに対応するコドンとともに、EV、PV へ移動し、新しいコドンが a v へ入ってくる。 この過程は翻訳新調因子 EFG によって触媒される。再び EF2 によって次のアミノアシルトレナが AV に入ってくると EV のでアシルトレナはリボソームから出ていく。この過程を繰り返すことでペプチド差は成長していく。リボソームはアミノアシルトレナが AV に結合する限りメッセンジャー RNA 上の収支コドンに到達するまで 残りのコドンを翻訳し続ける。翻訳装置は DNA 複製の触媒システムと比較してゆっくりと働く。最近のレプリソームが毎秒1000ヌクレオチドの DNA を合成するのに対し幻覚生物のタンパク質は毎秒18アミノ酸残気ずつしか合成されない。この速度の差は部分的には核酸が4種類のヌクレオチドから合成されるのに対し タンパク質は20種類のアミノ酸から合成されるという違いを反映している。正しくないアミノアシルトレナをテストし、弾くという過程で時間がかかり、タンパク質の合成は遅くなる。最近では、メッセンジャー RNA の後末端の合成後すぐに翻訳開始が起こっており、翻訳と転写は協約している。深刻生物では転写と翻訳は、 細胞内の異なる区画で行われるため、このような協約は不可能である。翻訳の集結は3種類の収支コドンのうちどれか1つが AAV に移動した時に起こる。これらのコドンはどのトレーナーにも認識されない。その代わり、それらは翻訳集結因子と呼ばれるタンパク質によって認識される。RF1 が u a ーと UAG の収支コドンを認識し、RF2 が ウアーと UAG の収支コドンを認識する。これらの因子は、ペプチジルトレナのエステル結合の加水分解を触媒し、合成されたタンパク質をリボソームから解放する。3番目の集結因子 RF3 は、集結過程の終了後に RF1 と RF2 をリボソームから外すのを助ける。集結段階の完了によって形成される集結後複合体は、 AV に、メッセンジャー RNA の収支コドン、PV に、アミノ酸が外れたトレナを結合した、完全な状態の 70S リボソームである。リボソームの再生段階は、この集結後複合体の解体が役割である。翻訳集結によって、新生差が外されると、リボソーム再生因子と EFG が、メッセンジャー RNA とトレナをリボソームから外し、 70S リボソームを 30S と 50S サブユニットへ乖りするために働く。それから IF3 がデアシルトレーナーに置き換わって結合し、メッセンジャー RNA を外す。そしてすべての翻訳のコンポーネントは次のラウンドの翻訳へと用いられる。翻訳は同時に複数のリボソームによってなされる。リボソームは比較的サイズが大きいため、 メッセンジャー RNA 上で35ヌクレオチド、離れなければ結合できない。一つのメッセンジャー RNA と多数のリボソームから、なる複合体はポリソームもしくはポリリボソームと呼ばれる。細菌の細胞は、栄養素が結合したとき、正式に移行して、タンパク質合成を低下させる。この移行はいくつかの過程によって行われる。例えば大腸菌では、 70S リボソームは RMF と呼ばれる6 5イダのタンパク質を結合して 90S の二両体を形成する。このリボソーム二両体は中間体で、続いて HPF と呼ばれる1 0 8イダの分子を結合し、2つのリボソームが 30S サブユニットを介して二両体化した 100S リボソーム粒子を形成する。 このリボソームに両体は休眠状態にあることを意味し翻訳不活性である。大腸菌の細胞が正式に入った時にリボソームに結合する三つ目のタンパク質はユーフィアである。HPF とユーフィアは構造的に類似したタンパク質でどちらもリボソームの AV と PV に結合することができる。 RMF は 16S などメッセンジャー RNA の相互作用を防ぐことで、リボソームがメッセンジャー RNA に結合するのを妨げる。大腸菌のユーフィアがリボソームに結合しているとき、その CE 末端のテールは、RMF の結合を妨げるため、リボソームの二量体化は防がれ、翻訳不活性な単量体の 70S リボソームが形成される。 RSFS によるリボソームのサブユニット解離のメカニズムリボソームの二量体化に加えてリボソームのサブユニットの解合が RSFS によって妨げられる。RSFS はリボソーム 50S サブユニットのタンパク質 L14 に結合することで 50S サブユニットが 30S サブユニットと解合して機能的な 70S リボソームが形成されるを防ぎ、 翻訳の活性を低下させる、もしくは完全にブロックしてしまう。RSFS はほとんどすべての新生細菌に見つかり、そのホモログは新核生物のミトコンドリアや葉緑体にも存在しており、それぞれ C7OF30、IJAP と呼ばれている。しかしながら RSFS の発現や活性がどのように制御されているかについては未だ分かっていない。大腸菌が持っている。 他のリボソーム解離因子は、昨日未知の GTP アーゼとして知られていた HFLX である。チャンラは2015年 HFLX がヒートショックによって誘導されるリボソーム解離因子であり、空の、もしくはメッセンジャー RNA が結合したリボソームを解離することを示した。HFLX の N マッタンのエフェクタードメインは、ペプチジルトランスフェラーゼセンターに、 クラス I 集結因子と極めて似た様式で結合し、セントラルインターサブユーネットブリッジに劇的なコンフォメーション変化を引き起こすことでサブユニットの乖離を促進している。したがって HFLX の結出はヒートショックや他のストレスによって立ち往生したリボソームの増加につながることとなる。いくつかの構成物質は 最近の翻訳過程を標的としてその効力を発揮する。それらは宿主に影響を与えることなく、選択的に最近のタンパク質合成を阻害するために、原核生物と新核生物の翻訳の仕組みの違いを利用する。ありがとうございます。